ファブリツヨ・ジョバナルディ、ファブリツヨ・ジョバナルディは、イタリアモデナ出身のカーレースドライバーである。1983年にカートをはじめ、1986年にイタリアカート選手権と世界カート選手権でチャンピオンとなった。カートでは強さを見せたもののフォーミュラカードの結果には恵まれず、1986年から参戦したイタリア海産では、 翌年のランキング3位が最高で、国際会3000には1989年から3年間参戦したが、チームに恵まれなかったこともあっていずれもランキング10位と11位で終わった。国際会3 0 0と並行して1991年からプージョーを借り参戦していたイタリアツーリングカー選手権ではランキング2位となり、翌年以降はツーリングカー1本に絞ることとなる。 この選択は適中し、1992年には早くもチャンピオンに輝き、1993年2位、1994年3位と上場の成績を残した。1995年からはアルファロメを狩るようになり、しばしば他国の選手権にも並行して参戦した。1998年に6年ぶりにイタリア選手権チャンピオンに返り咲くと、翌年も、 連覇、2000年に、後のヨーロッパツーリングカー選手権の前身である、ヨーロッパスーパーツーリングカップに参戦。その年のタイトルを獲得すると、FIA 主催となった2001年も連覇し、同選手権が開訴され2002年に開催された、ヨーロッパツーリングカー選手権の初年度をも制し、都合5連覇を達成した。ここまでは順風だったが、2003年に、 長年在籍していたアルファロメオを離れて、BMW に移籍した結果、後輪駆動の車に、苦戦することとなり、翌2004年にはアルファロメオに復帰した。アルファロメオに復帰した2004年は、同選手権で、最終的なランキングこそ5いと悪くないものであったが、この年は、BMW 勢が躍進し、ポイントでも、上位の4人、アンディプリオール、ディルクミューラー、ガブリエル・タルキーに、 ヨルグ・ミューラーに対して大きく、遅れを取ったばかりか、アルファ・ロメオの新人アウグスト・ファルフスにすら終盤、追い上げられあわや逆転されるほど接近された状態となり、前年の遺跡の失敗が響く形となった。2005年のイタックは、世界ツーリングカー選手権となり、この年は4勝し、優勝回数でこそ、ドライバー中最多だったが、ポイントでは、アンディプリオール、ディルク・ミューラーに及ばず、 ランキング3位で終えた。この間、ボックスホールと契約し、翌年はイギリスツーリングカー選手権に移籍した。同選手権における初優勝を挙げるまで、やや苦戦を強いられたが、ノックヒルサーキットで行われた第8ラウンド、第23戦で、初優勝を挙げると、続く第9ラウンドブランズハッチでも優勝し、ランキング5位を得た。なおノックヒルでの優勝は、 ボックスホールにとって BTCC における100勝目であり、1989年にボックスホールの1勝目を挙げたジョンクレランドに祝福されるという一幕があった。世界ツーリングカー選手権にもインディペンデントクラスのジャスモータースポーツから数戦、スポット参戦し、マカオで開催されたギアレースではホンダアコードを借り、入賞すらほとんどない同社で予選で8位につけ、 1> 第1レースは5位、4番手スタートの第2レースでも6位でフィニッシュするという力走を見せた。2007年も引き続き BTCC に参戦することが発表されている。この年はジェイソン・プラトー3ポイント差で逆転し BTCC 初チャンピオンに輝いた。翌2008年も連覇を達成した。2009年は接戦の末にランキング3位となった。 その後2014年まで BTCC で戦った。2018年は世界ツーリングカー選手権と TCR インターナショナルシリーズが統合した FIA ワールドツーリングカーカップにアルファロメオジュリエッタで参戦。シーズン序盤はチームメイトジャンにモルビデリともども低迷を強いられるが第6戦スロバキアのレース1で5位。 レース3で7位に入賞しここから勢いに乗るかと思われたが、その後の中国に連戦でも低迷し、第9戦鈴鹿を前にして所属チーム離脱を発表した。リタイアしたが、優勝者の走行距離の90%の距離を走行したため、規定により感想扱い。ありがとうございます。